南オナガミズナギドリは、ミズナギドリ名ミズナギドリ科に分類される鳥類の一種で、ある。ニュージーランド北部のプアナイツ諸島で繁殖し、非繁殖期は、北、太平洋を、南千島からアラスカ南部まで北上する。日本では、数少ない旅鳥として、本州中部以北の太平洋上や、小笠原諸島近海で観察されている。8から10月の観察例が多い。 日本鳥類目録改定第7班には、北海道、青森、千葉、神奈川、愛知での記録が記載されている。1984年6月10日、横浜市西区、久保町で保護された個体は、その後死亡した。2004年6月19日から21日まで、千葉県奈良市の市、多日日潟で1羽が観察、撮影された。2007年6月23日には、 神奈川県鎌倉市で死体が拾われ、国立科学博物館で標本が保管されている。全長約42センチメートル。翼開長は97から107センチメートル。額から頭頂、後首、腰は黒か死色で背と揚げ音は灰色である。翼の上面つらには、翼角から三列風切りに伸びるはっきりとした黒か死色の M 字型の模様がある。 喉からの体の仮面は白い。尾は、類似種のオナガミズナギドリ同様、長く、くさび型をしている。くちばしは、肺褐色で、足は、淡いピンク色である。死有動色である。非繁殖器は、海洋で生活する。食生は、動物食で、軟体動物や魚類を捕食する。繁殖形態は卵生。岩見京子、石井正幸、平岡幸。 樋口明、西岡井さを、鎌倉における、南を長水なぎドリップフィネスベレリーの新しい記録と、日本での本州の記録、ストリックス28巻、日本野鳥の会、2012年、95から98ページ、ありがとうございます。